はい。酒好きな新潟人の飲酒動画、始めます。今回もね、日本酒です。もう酔っ払ってますけどね。先ほど北摂日本酒、大辛、大辛口飲んで、ね、もう酔っ払ってますけど。さらにですね、今回も、大辛口。これ、大辛口って読むのか、大辛口って読むのか、俺前、あの、店先でさ、これ買うときにさ、なんか大辛口とかって言ったらさ、なんかどっちだったっけな、忘れたけど、その店主が大辛口って言ってたから、それで恥かいたんだよな。大辛口って言ったら、いや、大辛口です、みたいな。のこと言われて、いいってなって。で、どっちだかわかんないです。これが、吉川当時。旨味とキレの良さが、新上の地酒。これ何？何これ？吉川当時。ああ。越後当時の隠れ里。吉川当時だって。知らねえ。全然知らねえ。何これ。アルコール度数15度以上、16度未満。精米部合 60%。原材料名が米過去新潟県産と米麹過去新潟県産米と醸造アルコール。株式会社吉川麹の里。だって。新潟県の上越市の、あれですね。吉野川と同じなのかな？わかんないけど。上越市ってことは吉野川の会社の近くなんかな？名前似てるね。吉川と吉野川って。すごい似てるよね。あ、これも大辛口って書いてあるから、なんかすごい辛いらしい。でね、先ほどヤリイカ食べましたけど、次はこれです。これなんだと思いますか？これはセロリです。俺はセロリが大好きでもないんだけど、久々にセロリが食いたくなって、この香りのね。この香りよ！これがまた、俺は結構好きなんです。吉川。日本酒。こんなん知らない。あった。吉川工事市。工事、こ、な、なんだっけ。当時か。当時市の里の日本酒。これが日本酒のいくらなのか、まず気になる。ので、ありました。大辛口。日本酒度が、プラス8ですよ。プラス8。プラス8なのに大辛口名乗る？さっきのお前、北摂日本酒大辛口なんてお前、プラス16だぞ。16.5 度だぞ、お前。よく考えろ。抜群のキレと辛口感の中に光る充実した米の旨味だって。まあ、でも8ぐらいだったらまあ、美味しいんじゃない？ 10 ぐらいがちょうどいいと思うんだけど。抜群のキレ、いや、同じだ。吉川麹市の里で一番辛口のお酒です。麹米には地元産500万石を、かけ米には、こしいぶきをそれぞれ吟醸酒並みの 60% にまで削って使用し、もろみ期間を十分にとって、アルコールの使用を最小限に抑えた贅沢な作りの日本、普通酒です。なんかちょっと引っかかるな。吟醸酒並みで 60% なの。この会社は、吟醸酒でも 60% の精米具合のやつ使ってんのか。精霊な湧き水を思わせるキレの良さを誇り、滑らかで、ふくよかな、拝岳のぶな林の原水のイメージそのままの味わいの中に、お米の甘さやうまさが見え隠れし、飲み口はあくまでシャープ。
普通酒ですね、アルコールを添加しておりますが、最小限の使用にとどめており、アルコール由来の舌にピリピリツンツンする感触は皆無。五感でさらに辛口感と深みのある味わいをお楽しみいただけます。おすすめの飲み方、冷酒で、合う料理があっさり系。吉川区産、英伝農法栽培、500万石使用。上越吉川区は、新潟を代表する、酒米、500万石の最大産地。定評のある品質で、新潟県内各地の有名蔵元に出荷されています。本品に使用している500万石はもちろん、吉川区産、植物の生命力を引き出して、なんとかな、稲を育てる、英伝農法で栽培しています。このため、米は雑味の原因となるタンパク質が少なく、糖度が高いため、精米具合を高くしても割れず、麹菌がしっかりと中に入っていくという酒米として最高の品質になっています。やばい、熱くなってきた。家計米のコシイブキももちろん地元、産、英伝農法栽培です。もう何が何だかわけわからん。なんだ英伝農法栽培とか。すごいなんか、押すね。この会社。聞いたこともないけど、押すね。やけに押すね。これうまいですよ。これうまいですよって押してくるね。そんじゃあいただきます。乾杯。いやー、これはちょっときついな。まあ、第一印象甘い。甘い。いや、これ普通に甘いわ。プラス8度。プラス5度ぐらいの甘みだな、これな。全然大辛口でもないし、キレもなってないし、辛口感もなってない。これ、あれだ。うわぁ。口の中全体に甘さが広がるね、これ。でも、ちょっと特徴あるな。なんか飲んだのに似てるけど、香りがすごいね。香りが強いわ、これ。とにかく香りが強い。いや、でもこれはないな。これはちょっと甘い。これはあかん。プラス8度でもちょっと甘いぞ、これ。多分これプラス5度か3度ぐらいの甘さだぞ、これ。いや、そうでもないのか。あ、でも、辛口度はあるんだけど、多分ね、これね、結構濃厚な部類の辛口なんだ、おそらく。うん。結構味が濃厚なんで、なんか甘くなる、甘く感じるっていうか、事実多分甘いと思うんだけど。多分甘いね。甘い。普通に甘い。多分これが多分コクがあるんだ。コクが。うん。まあいいや。これ食べていきましょう。セロリ。セロリは箸で食うわけにはいかんな。セロリの俺が、まあ、ちなみに俺マヨラーなんで、実は。マヨネーズ大好きっ子でね。ご飯にマヨネーズとかね、ガンガン食べますから。はい、いただきます。おお！
今聞きました。うん、あの20年ぶりぐらいにこれセロリ食ったわ、生で。本当に本当に多分マジで生かじりしたんだね、これ。20年ぶりぐらいだぞ、これ。くっせえなー。にしても、この臭さがいいんだけど。これは絶対嫌いな人いるでしょ。セロリは。これは。ものすごい臭いもん、あった。この匂い。植物かっていうぐらい臭いよね。まあ俺ちなみに匂いフェチでして、まあ関係ないんですけど、好きな女の子とかの汗の匂いとか大好きな人間なんで、はい、変態落ちと。でもね、匂いフェチって言うと、変ですけども。でも、セロリはね、普通にシャキシャキしてて、美味しい。うん、匂いで、あと嫌いなので言うと、レバーとかかな。俺もレバー大好きなんですけどね。まあ、あれも、嫌いな人いるでしょうけどね。あ、ちょっと、マヨネーズちょっと足りねえな。もっとがっつりかければよかった。セロリには何が合うんかな？俺マヨネーズで食ったけど。やっぱマヨネーズが一番ですかね。まあ普通に塩とかでもうまいかもしれない。このバリッとしたこの、これよ。うまっ。どうでもいいんだけど、さっき、セロリ食べたい方に朗報ですけども、普通にセブンイレブンで売ってました。セロリ。ただ、このセロリは、セブンイレブンで買ったやつじゃなくて、ちゃんとしたスーパーのやつなんで。値段がね、このスーパーのやつは98円。で、セブンイレブンのやつも100円ぐらいだったんですけど、もうどう見てもデカさが違う。うん。所詮コンビニかと。もうデカさが違う。これの半分ぐらいです。多分量的に。きっちり葉っぱも食べます。セロリってやっぱりこう、茎のイメージが強いけどね。なんか葉っぱごとついてきてなんで、もったいないんで全部食う。あ、でもセロリやっぱうめえな。あ、そうそう。最近ね、関係ないんですけど、野菜ジュースにハマってまして、野菜ジュースのね、この野菜ジュースの中にも実はセロリが結構入ってるんですけど、え、何これ、セロリじゃなくてなんかセルリーっていうのが入ってるんだけど、これはセロリの仲間なのか、それともあれなのか。でもこれ多分セロリだと思う。セルリーっていうのが多分セロリ。うん。これ飲んでもね、セロリの味が、これ。驚くことに。21種類の野菜が入ってるんですけど、これね、セロリのね、香りが強すぎてね、これ飲むとね、あ、これセロリ入ってるな、とか、あ、これセロリ入ってないな、っていうのがわかる。野菜ジュースで。
大体の場合セロリは入ってません。おそらく。俺が思うに。いろいろ飲んできましたけど、これは結構味強いね。セロリの味、デルモンテの。デルモンテ、安定のデルモンテ。ただし、一つ、俺が、野菜ジュースマニアになった俺から言わせると、食塩を添加してほしい。これ多分食塩入ってねえだろ。あ、入ったー。入ってましたね。俺、トマトジュースは絶対に、これだけは守ってほしいんですけど、絶対に食塩が入ってないと、飲みたくないです。これちょっと味、食塩ちょっと薄すぎるな。薄すぎるな。ほとんど入ってないのと同じだろ、これ。最近野菜ジュースってね、なんかね、食塩とか砂糖無添加って書いてあるんですけど、そういうのが多い。でもあれは、個人的にあんまり、まあ、果物入ってるやつだったら別にいいんですけど、甘いから。あ、これみたいにね、もう野菜しか入ってない。タイプとか、あともう、トマトジュースってやつね。100% トマトのやつ。は、食塩が入ってないと、ちょっとまずい。ここでね、セロリをウィキペディアで検索します。なんだセルリーって。あ、やっぱセロリってセルリーとも呼ぶらしいです。概要に書いてありますが、オランダ蜜葉とも呼ばれ、あと、清正人参とも呼ばれ、セルリーとも呼ばれ、セレリーとも呼ばれる。なんだこれ。なんかポケモンにいたぞこれ。セルビーみたいな。セルビーっていたよな、あの伝説の。ミュウと同じような部類のやつ。セルビーって。セルビーじゃなかったっけ？金銀に出てきたやつね。なんか山の神様みたいな。あれ、すごいかっこよかった。かっこいいっていうか、かわいかったね。だそうです。これなんでセルリーって書いてあるのこれ。日本人多分セルリーだと通じないぞ。まさかチョンジンだな。チョンジンの仕業だな、さては。歴史が。まあ、いいか。種を煎ったものは、ね、種を煎ったものや、種から採取した油も食べられるが、この油は子宮を刺激する作用を持ち、流産や早産の危険性があるので、妊婦が油を大量に摂取することは避けるべきである。はぁ、あ。現在日本で、あ、ちなみにこれ静岡県産です、確か。俺が覚えてる限り。あ、くせえ。この臭さよ。多分植物で一番臭いんじゃねえか、これ。って思うほど臭いよね。久々に嗅いだわ、これ。ほんと20年ぶりぐらいに本当にガチの嗅いだわ。ガチで生で食ったもん。あ、あと関係ないけど、俺、あれも好きです。ピクルス。ピクルスも好きです。なんか、結構なんかみんな、嫌いなのを、好んで食べる傾向にあるね。ピクルスうまいよね。いや、ただし、ハンバーガーに入ってなくて、
もうそのままピクルスを食べなさいって言われたら、嫌ですと答える。ハンバーガーに入ってるピクルスはうまいんだよ。だって俺ハンバーガーのピクルスマシでって頼んだことある。多めにしてくださいって。そうすると2個入ってきますから。豆知識。マクドナルドのハンバーガーで、ピクルス多めでって頼むと、2切れ。あれ3切れぐらい欲しいんだけどな。うまいよね。あれはね。葉、茎、芽、実、ほぼすべての部分を食用にできる。独特の強い香りがある。だそうです。それだけだね。特に何にも、特にないわ。ネイバーまとめ。生で食べるだけじゃない。セロリはとても万能な食材だった。独特な風味が苦手と食べていない人はもったいない。セロリは料理に使うとこんなに美味しい野菜だった。原産地の欧州では古くから万能薬として活用されてきたセロリ。涼やかで匂いを嗅いだだけで気が静まる感じがするように、セロリにはイライラ解消の鎮静作用がある。他にも疲労回復、需要競争、貧血、安眠、美容などに良いとされている。普通にさ、セロリをさ、ハンバーガーのさ、レタス代わりにさ、使っても、これは問題ないんだけどね。逆にこう、スパイシーっていうか、香りが強くてなんか、アバンギャルドな、うまさがあると思うけどな。独特な匂いがあり、好き嫌いが分かりやすいセロリ。まあ、そりゃそうだね。おお、でかいのがあった。でかいのあったぞ。でかセロリ。これよ。この新鮮なセロリ。ほんのり甘みもある。この空気。てか、筋。アメリカではその強い香りが大変好まれており、世界で一番セロリの消費が多い国となってる。まあ、俺、わかった。わかってしまった。ていうか、ぶっちゃけアメリカ人ってセロリの香りしない？ていうか、アメリカ人って臭くない？脇がの原因なんじゃないの？それ。セロリの食いすぎでなんか、匂いついてんじゃないか。アメリカ人って大体臭いよな。セロリは薬草としての効能もあり、欧米ではサラダではなく、だけではなく、スープに炒め物、肉の香り付けに幅広く用いられている。苦手な人でも食べられる。セロリは加熱すると美味しい。加熱するとすごくマイルドになるんだって。バターのようなコクを醸し出す。実はセロリの栄養素は茎よりも葉の方が豊富。ビタミン、ミネラルが多く含まれている。セロリの香りは葉の方に多く含まれており、フタライド種という物質が主な成分。
この成分は熱を加え蒸らすことで美味しさに変わる。スープに入れるとコクが出て美味しくなる。セロリの香り成分は味の深みや持続性、コクをアップさせる効果があるので、スープにはぴったりの食材。このデルモンテの野菜ジュース、やけにこれ、セロリの味するな。ただあんまりこれ、しょっぱくないから、個人的に好きじゃない。これだいたい値段200円ぐらいですけど、なんかバカ高いのがあってね、これで400円するやつがあるんですよ。あれ何だったんだっけ？あれ何だったんだ？あ、うめえわ。セロリの葉の天ぷらとかいいね。ああ。てかさ、ぶっちゃけさ、セロリの茎ってあんまり、多分、栄養ないと思う。なんか色がさ、だいたいそもそも薄いから、なんかあんまり、あんまり栄養素はなさそうな気がする。セロリには不眠を防ぐ働きもあるので、寝酒を作っておくのもいいか。いい。もうこれセロリ動画になってるとこれ。いいのか。容器に入る大きさに切り、ホワイトリカーと一緒に漬け込み、1ヶ月ほど待って出来上がりだって。マジかよ。そんなことするセロリマニアいんの？寝る前に杯に1杯ぐらいずつ飲むと安眠できるだって。あ、ちなみに関係ないけど、パセリも俺好きですね。パセリね。うまっ。うめえな。やばい、酒が全然飲んでない。ん？あ、今セロリが旬なんだ。3月と4月に、今セロリが旬らしいですね。3月と4月が旬らしいですよ。なるほど。結構短いんだ。案外。ないですな。俺レバーとかも好きだからね。臭いの好きなんだ。基本的に。基本的に臭いのが好きなんだけど、あと関係ないけど、ガソリンスタンドの匂いが好きだね。ガソリンのね。
たまにいるんですよ。ガソリンスタンドの匂いが好きだと。あ、セロリにはビタミン A と、B1 と B2 と C と E と鉄分とナトリウムの他に、薬効のある香り成分のアビオイルが含まれています。アビオイルには、上血作用、癌予防、健胃、疲労回復、ストレス解消、神経鎮静作用、粘膜強化作用などがあります。また、アビオイルに含まれているメチオニンという成分が、肝機能を高めるため、美容食としての効果も期待できます。肝機能が活発に働くと、女性ホルモンの分泌を促し、肌に張りやつやがもたされます。さらに、飲酒や喫煙によって、体内に溜まった毒素を取り除く効果もあると言われている。可能な限り生食で茎だけではなく、葉の部分も含めて、全体も食べるようにするといいでしょう。食べにくい場合は、ジュースにして摂取すると、ストレス解消、疲労回復、不眠症に効果がある。はあ、なるほど。それはもう、ぜひ、ね、皆さん、野菜ジュースでは、ポイント。野菜ジュースを買うときは、セロリが入ってるかどうか、もしくはセルリーという。セロリーではなく、セルリーです。なぜかセロリがセルリーと書かれている野菜ジュースもあるので、皆さん気をつけてください。一体これは何の放送なんだ、これ。ここぞというばかりタバコを吸いますけどね。タバコにもいいらしいですよ。セロリ。うん。これ、もう残していい、これ。これあんまり美味しくないぞ。ぶっちゃけた話。ぶっちゃけた話、あんまり美味しくないと。ちょっと甘いな、これ。ちょっとコクがあるんだな。まあ、話戻るけどね。日本酒の酒動画の話も多分コクがあるんだよ。で、甘みがね、あって、で、なんか香りもあるんだよ。香りもすっごい臭いんだよ、これ。まあ、三つ星ってところだろ、これが。4453です。ご視聴ありがとうございました。